50カ所にあると言いましたけれども、島だけじゃなくて実は海の中にもですね火山が沈んでいるんですね。で、海の平らな海の底に火山の溶岩の高まりがあると、そこに魚がたくさん住み着くんですね。それによってこの萩周辺では豊かな漁場が非常に恵まれていると。で、城下町は、当時で言えば大都市です。一番多い時で3万人も住んでいたそうです。で、この城下町の食を支えていた、特にですね海の幸が非常に美味しいんですね。この食を支えていたのが先ほど見た平らな島々と、その下に、それと同じように海の中に沈んでいる火山が作り出した、溶岩の高まりということなんですね。ですので萩焼きもそうですが、マグマの活動があって、それが火山となって活動していったことで、萩焼きもできたし、美味しい海の幸にも恵まれた町になったんですね。ぜひ皆さん、萩のお魚非常に美味しいです。今の時期ですと、アジであるとかイカであるとか、それからアマダイであるとか、そういったものが、非常に脂が乗って美味しい時期になっております。ぜひマグマの恵み、火山の恵み、味わっていただければと思います。というところで、今、城下町の景色がだんだんと見えてまいりました。まもなくですね、萩の東萩駅に入ってまいります。ここまでですね、私のご案内は終わりたいと思います。少しでもですね、景色の理由、それから食べ物、美味しさの理由、こんなものを、大地の成り立ちと絡めてですね、楽しんでいただければと思います。本日はどうも、ありがとうございました。これからもこの先ですね、お気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございました。もうなく萩です。出口が左側です。52分の発車までにこの停車いたします。ドアを半自動としておりますので、降りの際はドア横のボタンを押さえてください。